ニューヨーク在住のシンガーソングライター田村理恵です。今回はツイストとスマートトレーナーなどの接続方法とコース選択画面を説明します。まず自転車をお使いのローラー台やスマートトレーナーに取り付けます。次にツイストを起動します。登録したアカウントでログインします。この画面でスマートトレーナーやスピードメーター、パワーメーターに接続します。心拍計をお持ちの方はここで接続できます。ではレッツゴー。これが最初の画面です。この部分で国やコースを選びます。ルートは距離や獲得標高で並び替えて選ぶこともできます。日替わりのコースはこちらで確認できます。その他開催される様々なイベントの情報はこちらに掲載されます。機器の再設定、ワークアウトの選択もこの画面からできます。次回は実際のコース画面の説明をします。この動画がためになったよという方はグッドボタン、チャンネル登録をして次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。